ニック・ボック・ウィンクル、ニック・ボック・ウィンクル、ニック・バック・ウィンクル、本名、ニコラース・ワーレン・フラス・バック・ウィンクル、1934年12月6日から2015年11月14日は、アメリカ合衆国のプロレスラー。ミネソタ州セントポール出身。少年は、1936年や1938年と、される場合もある。 父のオーレンボック・ウィンクルは1930年代から1950年代にかけて活躍したメヒールであり、少年時代のニックは父の巡業に同行し、バディ・ロジャースなどの今では伝説となったレスラーだの試合を間近で見る機会に恵まれた。この経験が後のレスラー人生で大きな財産となった。15歳の時、ルーテーズ相手にデビュー。 陸軍やオクラホマ大学に在籍しながらプロレスを続け28歳でフルタイムのプロレスラーとなりハワイ、カリフォルニア州などのアメリカ各地を転戦ローカルタイトルを数多く獲得している各地を転戦していく生活はニックの希望していたことであり後にプロレスラーはスーツケース一つで旅ができる仕事と10回している 天才と言われるほどの実力派レスラーだったが、タイトル挑戦に恵まれず、30代中頃から、ミネソタ州ミネアポリスの団体、アワーに定着。ボビー・ヒーナンをマネージャーにつけ、レイ・スティーブンスとのタッグで、アワー世界タッグ王座を獲得した後、1975年11月18日、ミネソタ州セントポールにおいてバーン、ガニアを下し、アワー世界ヘビー級王座を獲得。 以後1987年5月2日に、カート・ヘニングに敗れタイトル戦線から退くまでの13年間で、同王座を合計4回獲得し延べ7年以上保持、北部の帝王王として君臨した。1979年3月25日には、アワ世界王者として、当時の WWF 王者、ボブバックランドとダブルタイトルマッチも行っている。日本にも、日本プロレス。 国際プロレス、全日本プロレスへの参戦で、たびたび登場。1984年2月23日には、倉前国技館で、ジャンボツルダに敗れ、アワー世界ヘビー級王座を明け渡した。全日本の、年末恒例世界最強タッグ決定リーグ戦では、1978年から1985年に、かけて、ブラックジャックランザやジム・ブランゼルなどをパートナーに4回。 出場、1984年には、ハーリー・レルエストの夢の世界王者コンビも実現させた。1987年8月の全日本プロレスへの参戦を、最後にリングを降り、WWF、現、WWE のロードエージェントや、WCW のコミッショナーなどを務めた。また、ワフ・インターナショナルのリングで、ビル・ロビンソンとエキシビションマッチを行ったこともある。 近年は、ラスベガスに在住。2006年1月、01マックスにおける、大谷新次郎対、スティーブ・コリノのワ世界ヘビー級選手権試合の立ち会い人として、久々の来日を果たした。この時は、ただ試合を見守るだけでなく、興奮して、大谷に、イス攻撃を見舞うという特別出演もしている。2007年には、WWE 殿堂に迎えられた、インクターは、 ボビー・ヒーナン。2015年11月14日、80歳で死去。没後の2016年には、無伝道にも迎えられている。リック・フレアーに先駆け、バディ・ロジャースの流れを組むヒールの、ダーティ・チャンプのスタイルを貫いた。劣勢になると、わざと狂気攻撃を見舞ったり、セコンドを乱入させるなどして、反則負けを選び、 アワ世界ヘビー級王座を防衛することがほとんどだった。アワではピンホール勝ち、ノックアウト勝ちもしくはギブアップ勝ちでないと王座はどうしなかった。1980年代前半にアワで頭角を表していたハルク・ホーガンを相手にしてもこの戦術で寄せ付けなかった。日本でのジャンボツルダとの防衛戦も多くはこのパターンで逃げ切ったため反則でも王座移動なら 鶴田絶対有利という声も日本のファンやマスコミにはあったが、王座転落した試合の実況など、反則負け、リングアウト負けなどあらゆる負けでも王座が移動するという、PWF ルールで行われた1984年2月23日の、鶴田との合わせ会、インターナショナルダブル選手権。この試合は、ピンフールでの決着や、鶴田に、 アワ世界王座を奪われてからの同年2月26日、3月24日のアワ世界選手権では、打って変わって本格派の実力を示し、それまでのルールに守られている単なるダーティ、チャンプという見方が過小評価であることを示した、反則負け防衛が認められるアワルールで行われた3月24日の試合では、鶴田がベルトでニックをオーダーして反則負けとなり、 逆に鶴田がダーティージャンプになった。方ン同様に鶴田もこの試合まではニックをルールのおかげで王者を続けられているレスラーという厳しい評価をしていたが2月26日の試合後のインタビューではニックは強いですね発言しこの連戦以降はニックを酷評するような発言はピタリと止め全日本プロレス中継のスペシャル番組ジャンボツルダと5人のライバルでは スタン・ハンセン、ミサワ・ミツハル、天竜源一郎・ゲイチロブルーザー・ブロディと共に、ニックを選ぶほどに評価を高めている。もっとも、ファンに、王者の実力を過小評価させ、次にやれば、俺たち、地元のヒーローが勝つと合わせるのも、ダーティー・ャンプのあり方である。ジャイアント・ババは、ニックのことを、ダーティー王者と言われながらもねは、オーソドックスなテクニシャンと語っている。また、非常に、 リズメのレスリングをし、投げ技はうまいが試合ではほとんど使わなかった。トリプル h は雑誌のインタビューで彼のスタイルをモチーフにしていることを公言している。ヒールのお手本的存在としても語られることの多いレスラーである。相手がワルツを踊れば私もワルツを踊り、ジルバを踊れば私もジルバを踊る。相手のスタイルに合わせてレスリングをする。 つまり相手の持ち味を十分に引き出すのが私の役目という意という言葉を残している。もともとは父親ウォーレンから教えられた言葉である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。